日本はちゃちゃです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちらのイベントステージ盛り上げたいと思いますけれども、はい、今日はね、有楽町にお越しの皆さん、初めての方多いと思います、うん、私たち日本ワテチャはお笑い文化型のアイドルグループでございまして、まあ、普通に歌って踊ってだけじゃなくて曲ごとに演出があったりと、とにかく名前通りワチャワチャしてるアイドルグループとなっております。今日はね、皆様ご飯とかね、お風呂とか楽しませてると思うんですけれども、はいはい、ちょっとね、私たちもライブさせていただくということで、今日のこのイベントなんですけれども、はいはい、でいつもお世話になってるヒューフェスさんのイベントなんですけれども、はい、ちょうどね、はい、うちの日本は、ね、渡辺リリーが今日お誕生日でございます。はい、私誕生日で一昨日ちょうどね、はい、合同生誕祭っていうのをさせてもらってたんですけれども、今日楽屋行ったら、うん、このイベントのキュンフェスさんからなんと、なんと、まあ、ここ二人ともお酒めっちゃ好きなんですけれども、そうなんですよね、ビールがワンケースでケータリング差し入れ届きまして、最高ですね、大好き、ワンケースでね、ちょうど私らね好きな、そう、朝日と黒ラベルをね、しっかりといただいて、これを飲みながら今日ライブさせていただけるということで、これが非常に非常にめでたーい。おめでたい、たい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 、踊りたい、草あげもたい、騒げ世界、おめでたい、たいたいたい、おめでたい聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも普通アイドルのそのケータリングの差し入れでビールってあんまりないですけどね。一番嬉しい一番嬉しいよ、うん、甘えよ斉藤さん、甘えかしたらあがんよ。でもね、2部制やから、うん、2部まであるからね、はい、ベロベロやもん、もう仕事なの飲もうと思います、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。あとディオールのキャップもらったら待ちや旧フェスの主催の方なんですけど、はい、毎回別のブランドのやつ全身にまとってきはるんですよね、うん、そう1個くらいくれるやろ1個くらいくださいということで、皆さん今日ね初めての方もいると思います。よかったらお食事のついでお酒のあてにちょうどいいアイドルとなっております。ちょっと見てってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、日本ワチャチャからたくさん爆レスもらってください。束縛いい振り返って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 振り返
「きらおうえんよろしく愛の言葉は聞き飽きた」
ですか、マッサージですか。あ、清掃でした。お姉さんがいつも清掃してくださってます。ありがとうございます。ステージすいませんね。あ、パティシエ、あ、ケーキ作ってらっしゃる。そうよ。そう、ここ遊楽場はですね、美味しい食べ物もいっぱいありますし、お風呂もありますし、マッサージもあります。皆さん、今日は夜までライブがありますので、全て楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと目玉の噴水ショーもね。あ、そうそう、本当にすごいらしいから、外の噴水ショーね、皆さん見てくださいね。それでは日本を当てた最後の曲はみんなで万歳しておりましょう。万歳。全員と無料で喋、そしてコメントがもらえます。よかったら遊びに来て